はい、帰ってまいりました。いや疲れましたね。でも連れてよかった。今日の釣果がこちらですね。はい、ショゴが2匹ですね。このカンパチの、ちっちゃいやつですね。ショゴが2匹と、あともうちょっと釣れなかったんですけど、今日調子が良かったらキスが1匹釣れてですね、これをちょっと料理にしたいと思うんですけども、ちょっと今日は食べれないので、とりあえず3枚とか保存できる状態にして、今日はちょっとこの後飲み会お出かけがあるので、ちょっとそれに行くので、とりあえず下処理というかその分だけやって、明日は料理、まあこれが天ぷらなので全部天ぷらしてみるかなとかいう感じですね。とりあえず3枚におろして、キスは腹開いてぐらいにしとくかねっていう形にしたいと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあまずは鱗取りですね。こういうやつは意外とこのペットボトルのこの蓋を使うと鱗が結構落ちるんですね。これでまだちょっとサッと流していきましょうか。いやーめちゃくちゃ引いたな、これびっくりした。これ2匹いっぺんにかかったんですよね。あーびっくりしたわ。動画見る増えるか、まあ、そんなに結構なさそうですね。もう意外とそんなない、意外とないですね。鱗ありそうだったんですけど、イナの時はバーって取れたんですけどね。キちゃんはあるよね。キちゃんはいっぱいあります。キちゃんかわいい、ちょっとちっちゃい。まずはショゴタンからやっていきましょうね。このかな、ここからこうですね。ここからこの横のヒレからここの腹びれのところまで包丁を入れましょう。よいしょ、一応血抜きしたけどできてんのかなこれ。削れて、で逆側も入れましょう。同じとこですね。ここからここのここまでですね。で頭を折って、うわなんかいろいろ食べてんなこいつ。すげえ、いろいろ食べてるわ。コマセかな、コマセ食ってたのかな。今日のハイマンのとこってコマセやってる人もたくさんいるんで。うわ、で馬包丁の切れが悪くなってきたかな。これでよし落ちますね。うわなんか変なの食べてるこいつ。でちょっとお腹も一緒に開けちゃいましょう。よいしょ、キスちゃん、ちょっとお茶飲んでね。キスちゃんもとりあえず頭落とすよ。キスちゃん簡単、イエーイ。よいしょ、はい、取れた。そう、これが同じ音ですよね。しましょう。こうね、美味しく食べるのに、こういう作業をちゃんと秘書さんと試してみてよね。夏みたいなのもね、取っちゃった。困り
まずスピーチなんだ。こいつ汚いぞ。ちょっと水気を取りましょう。こいつ結構重みあるぞ、これでも。引きしちゃう、拭いてあげよう。しょこたんも拭いてあげます。よし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 。そしたらまずは背中に線を入れましょうね。背びれのこっち側ですね。あ、こういう感じなのか。こうしてこのラインが描くよなと思って。よいしょ。よし。で、お腹側もそうですね。スーッとこの辺を出歯の技を使って。ね、でここに歯を入れてこう持って、はい、歯腹を切って、おほら真ん中取れた。あ、ちょっと失敗しと。はい、あー、大丈夫ですかね。この方は、大丈夫そう。はい、あー、ちょっと残った。よし、反対側行きましょうね。反対側はなんかお腹側からやるとやりやすいってよく聞くので、お腹側から私はいつもやってますよ。よいしょよいしょ。で、同じように背中ですね。やっぱ出歯包丁の歯の切れが悪くなったかな。荒抱きかなんかにして出しても取ってみましょうかね。はい、じゃあ部長下ろしました。じゃあこれでちょっと一旦熟成まではいかないですけど、ラップしてクリクリペーパー閉じラップしてちょっと保存して明日の料理に使いたいなと思います。あばら取るのも明日にしようかね。今日やっちゃうかな。で、明日やりましょう。これでちょっと一旦閉じて、一旦料理編は終了となります。ありがとうございました。というわけでですね、仕事から帰ってきました。疲れましたね。お疲れ様です、皆さん。ということでですね、昨日じゃねえか、この前住みました、ひな田をですね、料理していきましょう。天ぷらを作ります。青物の天ぷらって美味しいのかっていうのを一回やったことあるんですけど、めっちゃ美味しかったので、やりたいなと思います。バスン。ナスがバスン。と、グラサンですね。これとあとキスが1匹とカンパチを切ってやるか、やりましょうかね。はい、やるかいきましょう。まずはさっさとこれ、よいしょよいしょ。何個ぐらいかな。なんか味噌がねいっぱい持ってくからな。あらら、薄切りでいける。100g 入るぞ。
これあんまりこう油の温度を恐れて手をねパンって離しちゃうと結構あの逆にこう油が飛んだ熱いんですよね。優しくこう乳糖じゃないわ、あのさって入れてあげる感じでやれば油も熱くありません。よっしゃー、よし、盛り付けよう。失礼しました。こちらがですね、カンパチと釣ったカンパチとキスが入った天ぷらですね。あとは夏野菜を添えた天ぷらですね。で、これがあの頑張ってマグロでできた皮引き、せっかくしたのでお刺身にしてみました。カンパチの刺身ですね。はい、じゃあまずはどうしよう、刺身からかな。刺身まず、あ、切れてない。刺身をちょっと食べてみましょうか。つけまして、うん、よいしょ。じゃあちょっとこれ食べてみたいと思います。うまいな。じゃあちょっと天ぷらさんもいってみましょうかね。よいしょ、大根おろしを入れまして、じゃあやっぱりキスちゃんからな、キスちゃんからいってみましょうね。しっぽこれちゃった。はい、キスさんをこうつけまして、これか。はい、食べてみようと思います。うまっ、安定のお茶も。ちょっと天候作りに失敗した感はありますけど、全然サクッとしててめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいぞこれ。うん、これたまりません。うん、今日も一日お疲れ様です。ほう、いただきます。たまりませんねこれ。はい、というわけでですね、これからちょっと食べていこうかな。あとお野菜を、人参さん、あ、椎茸いいな、椎茸さん、すいません、ちょっとビール抜いて、椎茸さん、食べますよ。うん、肉厚で、ちょっと胃が立ってるんですけど、天ぷらのサイバー全然美味しいですね。うん、めちゃくちゃうまい。よくできましたね。嬉しいですね、やっぱり美味しい食べ物食べると。やっぱこれが最高ですよね。楽しく美味しくですよね、人生ってね。はいはい、ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。やっぱカンパチ旬のやつなのかな、やっぱ冬なのかな、ブリと一緒で、とっても美味しかったです。天ぷらにしてね、あとあの夏野菜とね、オクラとかナスとかも天ぷらにしてね、やっぱり季節のものは美味しいですね。ということでですね、最後あの恒例のですね、カンパチくんの栄養素を紹介していきましょうか。ちょっと見えるかな、こんな感じです。まあ、カンパチですね、こんな感じ書くらしいですね。で、もう青魚、もうお魚さんたくさんの、特に青魚は本当ですね、こればっかり、DHA と EPA ですね、この2つの要素がたくさん入ってて、脳の活性化、記憶力とかの向上にもいいらしいですね。で、あとこの中年男性の方必見じゃないですかね。やっぱり魚本当にいいよ。中性脂肪を減らします。善玉コレステロールを増やします。健康だね。でそれによってもうこれみんないろいろ気にしてるじゃないですかね。動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病の予防ですね。めっちゃ噛みそう。糖尿病の予防を予防してくれます。うん、で、あとビタミン D ですね。ビタミン D は何するかというと、あの骨の形成を助けてくれるという、まあ、カルシウムとかリンとかですね、それをあのよく含んでるので、この骨の形成とかを助けてくれるそうですね。あとこれ意外だったのが、お酒のあの当てにぴったりらしいですね。ナイアシンというのが入ってます。ナイアシンというのはこのアルコール分解してくれて、要はあの二日酔いとかを助けてくれる飲み物とかですけど、ね、ああいうのにもよく入ってるんですけど、このナイアシンとかが入って、もうお酒のあてにはぴったりだそうですね。はい、
で釣りをやってですね、まあカンパチとかそんなに多分釣れるもんじゃないと思いますけど、まあ、カンパチって今回釣れたのはちっちゃいこれのショウゴっていうやつなんですけどね、あのすごく美味しかったです。はい、というわけでですね、ゆるゆる釣りタイムス、なんかこんなカチッとした感じですけど、あのゆるくやってますので、そうですね、あの、まあ、撮影とか動画編集とか、あの一番欲しがってます。動画編集とかね、あの楽しくやりたい人とか、もちろんあの釣った魚一緒に食べたいですし、あのお手伝いしてくれる方を募集しております。一緒に釣りに行って楽しく美味しく行きたい人を募集してます。ということでですね、次の、次はアジですかね、アジ釣りもしたいので、次をいつになるか分からないですけど行ってみたいと思います。というわけでですね、ゆるゆる釣りタイムズ、ゆるゆる釣りタイムズ、今日はここで終わりにしますかね。チャンネル登録してくれて、一緒に釣り行きたいとか、なんかご飯食べたいとか、なんかやりたいっていう人は、メッセージ、コメントか、コメント欄にコメントください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。